福井さん、もしもし、福井さん、福井さんにちょっとお聞きしたいことがありまして、ご連絡させていただきました。福井さんのですね、その目の下のなんか黒い線みたいなのありますよね、福井さん。あれ、メイクですよね、福井さん。あれ、なんかすごい目がすごい大きく見えて、なんかすごいかっこいいらしいんですけども、あれ、メイクだってことバレてます、福井さん。なのでですね、あれは落としてもらった方がいいと思います。肌にも悪いですし、あれは落とさなかったら、肌に悪影響が及びますので、ぜひ落としてもらえればと思います。それでですね、福井さんにですね、DHC のですね、薬莢ディープクレージングオイルの方を勧めたいと思います。福井さん、あれはですね、本当にですね、すごい汚れもですね、落ちますので、ぜひ福井さんの方も使っていただけたらと思います。福井さん、あれは本当に病みつきになると、私の彼女も言っておりました。福井さん、本当に肌に優しいのでですね、本当ぜひ使ってもらえればと思います。そして長く愛用。